岸田総理大臣は asean 東南アジア諸国連合の関連会合を出席のため、訪問しているカンボジアで中国の李克強首相と短時間対話しました。同行する篠原記者の報告です。岸田総理と李克強首相は双方が出席した。国際会議の終了後に短く挨拶し、岸田総理からは建設的かつ安定的な日中関係の構築に向け、共に努力していきたいと呼びかけました。 ここれにに対し、李首相からも日中関係の重要性についいて言及があったということうです。コロナや台湾などで日中関係は冷え込んだ状態が続きますが岸田総理は来週後半にも中国の習近平国家主席との実に3年ぶりとなる日中首脳会談を調整していて今回の短時間のやり取りもその地ならしの一つといえます。 実際、これに先立って行われた ASEAN と日中韓3カ国の首脳会議では岸田総理がロシアや北朝鮮については批判したものの中国についての言及は避けるなど来週の日中首脳会談実現に向けて中国側を刺激しないよう配慮している様子がうかがました。